さあここからは西村さんの街中深掘り散歩です。はい、今日はどんなお話でしょうか。先週広小路、いわゆる佐竹義信公時代の広小路についてちょっと概略をですね、はい、内町の中の中心メインストリートだったってお話をしました。で今回パート2でですね、2、はい、昭和のまさに時代の昭和の少年たちが憧れだった広小路、銀座通りについてちょっとご紹介したいなと思いまして、はい、今日お写真結構たくさんあるんですね、はい、そうなんです、はい、知人の越前屋清さんっていう方からちょっとお借りをしたものなんですけ ど、ちょっとまず現代の写真を見てください。はい、はい、これは西側の方から駅方向に向けてこう見たメインストリート広小路ですよね。左側は選手公園ですね。で木の内、うん、私木の内大好きでね、木の内本当にね、デパートって楽しいですよね。木の内百貨店っていうふうに親父たちは言ったんですけど、うん、はい、私たちにとっては夢のデパートで、デパート、3階がねおもちゃ売り場と大食堂、はい、で4階っていうか屋上がですね、メリーゴーランドではテーマパーク、まさに遊園地みたいでしたね。大観覧車があり、うん、メリーゴーランドみたいなのがあり、モノレールもあって、うん、本当にね夢の世界でしたけどね、はい、で昔のその頃の昭和の写真があるんですけど、ちょっとご覧ください。これは昭和っていうか1970年代のにぎわいの頃、歩行者天国の頃ですね。1970年11月だったと思うんですけど、この時は日本中が歩行者天国に湧いていて、それぞれの町のそれぞれのメインストリートがほとんど箱店に、箱店じゃない、箱店っていうと麻雀用語ですからかんのもですけど箱店になりました、はい、でこの頃っていうかこのことを書いた私イラストがあるんですけど、ちょっと笑っていただけますか、はい、これなああ箱店って書いてるんですけど、あ、なんだ、まあ、右側の方には麻雀をしていてね、箱店だすからかんというギャングを入れてるんですけど、言いたかったのは、タケノコが見えますよね。タケノコ見えますね、うん、当時ね1970年の歩行者天国を歩く若者たち、はい、こういうファッションでタケノコ族って言われてました。原宿のタケノコという多分これいわゆる医療メーカーという、はい、ショップがあって、そこの洋服なんですけど着たのが流行りましてね、でこういうふうに日本国中で歩行者天国って流行って、その秋田の場合は広小路だったんですね、うん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 、次の写真ちょっといいですか。はい、左上の方が私たちの時の木の内デパートですよね、うん、明治時代から木の内商店ということであったんですけど、昭和30年代にですねデパートとして立ち上がりました。でここにはちょっと観覧車が見えますよね、はい、でこれがまず一つ、右側のは分かりますか、ちょっと塔があります。どこだろう、はい、分からないです ね、 ですよね。これはちょうど西側の方を見てるんですけど、はい、木の内の頂上から見た西側を見た風景なんですけど、広小路ので、塔があるのはね本金デパートという存在した本金デパート、はいはい、本金本間栄之助さんっていう方が創業者なので、本金本金って言ったんですけど、言ってましたね、はい、木の内がエスカレーターガールというのがキャッチフレーズで、うん、エスカレーターガールに会おうって、うん、でこっちの本金の方はね天使に手が届くタワーっていうので、秋田市一の高さを誇るタワーだったんです。これが名物。2つのデパートは競い合ってどちらが伊勢丹かどちらが三越かみたいなね、そういうふうな本当にデパートが全盛時代、広小路から大町にかけてがね、この2つのデパートっていうのが本当にワクワクさせる存在だったんですよ。で佐竹義信公が基本的に作った広小路、うん、そしてそれが昭和の時代はこういうふうにね、うん、みんなの集う場になり、そしてデパートなどいろんな商店があって、うん、駅前からいわゆる大町方向に抜けるっていう喜び、楽しみ、歩く楽しみっていう原点がそこにあったんですよね、うん、ちょっと懐かしくてつい広小路パート2をしてしまいましたけど、でもこの映像を待ってましたっていう方はたくさんいらっしゃるんじゃないですか。思っていただければいいんですけどね、はい、こう建物を見るだけじゃなくて、はい、思い出も一緒にね蘇ってきますね。最後に一つだけ、はい、これは今現在 の、 駅方向を見たいわゆる広小路なんですけど、うん、最後にね
ずっと思っていたのが木の内百貨店、木の内デパートが秋田で一番古いデパートだと思ってたんですが、実は違っていて、今研究中なんですけど、ちょうどこの左側のところをですね、ちょうどこの丁字路の左側、ここちょうど旭川なんですけど、旭川から駅を見てるんですけど、左側のところにね、改め本店というね、お店があったんですよ。明治大正時代、昭和の初期までかな。ちょっと古い写真ありますか。これが木の内見えますね、はい、で2番ちょっと手前の大きな共同車なんですけど、左側のまさに左下のところにあったのがその改め商店、改め本店というデパートなんです。これもうすでにないです。ないんですね。3階建てのね、本当にコンクリート造りの立派なデパートだったって言うんですけど、これの言うところの2番目の向かいってことになりますか。はい、そういうことになりますね。2番目は共同車というね、はいはいはい、靴と傘なら共同車っていう、デパートこれもデパートですよね。はい、で言いたかったのはこの改め商店本店っていうのがあったんです。これを今ちょっとこうハマって研究しておりますので、機会がありましたらまた、はい、ぜひご紹介したいなと思います。いやいやもう、はい、いや最近白黒写真っていうか、やっぱ歴史たどるにいつぐらいからカラーになっていくんですか。結構楽しいですよ。やっぱ、ね、なんかねディープなところにどんどん行っちゃうので、なかなか発展してっていうか話が進まないんですけど、そうです、ね、今度改めを見つけたもんだから、また別の観点からまたちょっといろいろ探訪してみようかなと思ってますけど、それほどこの城下町っていうのは、もう本当情報にあふれてますし、見どころが多い。やっぱり誇りに思いたいですよね、こういった町に私たちが住んでるんだってことをね。はい、そうですね。なんかもうせっかくだから昔の写真もちょっとね、こう街に、企画をしており今内町中心に言いましたけど、今度戸町ね、椎名さんの大好きな戸町を、はいはい、で関東のお話からいろんな地域へつなげていきたいなと思うんですけど、はい、分かりました。じゃあこの後は内町戸町のディープな話。そうですね、その辺をちょっと、はい、つなげていきたいなって思います。そうですか。いや、じゃあ5月いっぱい楽しめそうですね伸ばしてますけど ね、 そうですね。なかなか進まないんで申し訳ないんですけど、ね、いやいや、でも関東祭りも、はい、その開催することになりましたし、関東発祥の地は戸町ですし、まあ、そういった歴史を考えながら、ね、お祭りも楽しむっていうのは楽しいですよ。最高ですよね。はい、はい、ということで西村さんの街中深掘り散歩、はい、まだまだ続きますよもういいっていうなんか声が聞こえそうですけども、いえいえいえ、はい、これからもよろしくお願いします。